世界ミステリーチャンネルへようこそ。今回は驚きの古代天文学と題してお話をしていこうと思います。天文学は自然科学として最も早く古代から発達した学問でもあります。現在もその知識は発展していますが、文字で歴史が記される前の時代より肉眼によって天体の観察がされてきました。そうなると大した技術はなかったかと思いますが、実はそんなことはなく、驚くような天文学の施設も残されているんです。というわけで今回はマヤ文明の天文学、そして先史時代のアイルランドの天文学の2つについてお話ししていこうと思います。先人たちがどのような天体の知識を持っていたのかをお楽しみください。それではどうぞ。メキシコ・ユカタン半島北部にある遺跡、チェチェン・イッツァ。ここはマヤ文明の遺跡ですが、マヤ文明というのは8世紀頃に絶頂期を迎えていた文明です。6世紀頃にはイッツァ族が次々と神殿などを建設しますが、900年頃に衰退。その後、トルテカ人たちが再建したため、旧チチェンと新チチェンが融合した独特の都市景観と文化が生まれた遺跡となっているんです。そんなチェチェンイッツァですが、なんといっても一番有名なのは、エル・カスティーヨと呼ばれるピラミッドですね。マヤ文明というのは優れた暦があったと言われていますが、このエル・カスティーヨこそその証明といえ、マヤの暦を表す構造となっているんです。このピラミッドの高さは24メートル、規定は 55.3 メートル四方で、大きな9段の階層からなり、最上部には神殿が載っています。ピラミッドの四方には階段があるのですが、その数はそれぞれが91段。これをすべて合わせると364段になりますよね。さらにこれに最上段の神殿を足すと365段になります。365といえば何を思いつきますか？そうです。1年が365日ですよね。1年を365日とするグレゴリオ暦が制定されたのは1582年。当時のローマ法王グレゴリウス13世の命によってヨーロッパの科学の知識を取り入れて完成したものです。つまりマヤではそれよりも4から5世紀以上も前に365日というのが算出されていたわけなんです。ちなみに一面が9階層からなると言いましたが、階段で分断されているので合計で18段となり、これはマヤ暦の1年18ヶ月5日を表しています。ここからエル・カスティーヨは暦のピラミッドとも呼ばれているんです。さてこのマヤ暦の暦なんですが、その正確さというのがすごくて、現代の1年の太陽周期の観測値が 365.2422 日、それに対してマヤ人が算出した周期が 365.2420 日。これは時間にすると十数秒しか誤差がない計算となります。さらにピラミッドの4面には52の凸凹があるんですが、この数字にも意味があるんです。マヤ文明では365日の太陽暦、ハーブ暦と同時に260日の宗教暦、ソルキン暦を併用していました。この52という数字は365と260の最小公倍数 18,980、 18,980 日は52年、つまりこの2つの暦は52年周期で合致するということ。マヤの人々はこの年を災いの年として恐れ、宗教行事としてピラミッドの作り替えなんかを行っていたというんです。実はこのピラミッドにはさらに壮大な仕掛けがありました。それが春分と秋分の年2回、ピラミッドの北側の階段に光の蛇が現れるというもの。これはだいたい午後3時頃から始まって、太陽が西に傾くと階段の側面に日光と階段の影によって波模様が現れます。それが太陽が沈むにつれ、光の波が階段の基部を飾っている蛇の頭の像とつながり、巨大な光の蛇の姿が浮かび上がるという仕掛けなんです。この蛇はマヤ文明で信仰された伝説の生き物で、羽の生えた蛇であるククルカン。
このククルカンの降臨という現象も偶然ではなく、春分と秋分の太陽の軌道を計算し、ピラミッドの向きや高さ、角度を計算して演出していたんです。ちなみにこれは宗教的な儀式に用いられたと言われていますが、この辺りでは春分過ぎに雨季が始まっていたため、農耕の始まりの合図だったとも言われているんです。マヤ人のこうした高度な天文技術は、同じくチチェンイッツァの遺跡にも残るエルカラコルで導き出していたと考えられています。ここは当時天体観測所だったと言われており、当時はここで高度な知識を持って天体の周期のデータを取っていたんでしょう。世界各地には何のために作られたかよくわからない巨石群というものがありますよね。そうした中、結構古い部類に入るものがアイルランドのボイン渓谷というところに存在するんです。ボイン渓谷という場所は首都ダブリンの北西にあるミーズ県の丘陵地帯にあります。ここにはエジプトのピラミッドよりもさらに古い紀元前3200年頃に建造された巨石群が40以上も点在しているんです。その中でも最大のものがニューグレンジと呼ばれるもので、1699年に発見されたものとなっています。その大きさは直径90メートル、高さ10メートルほどで、ドーム型の建造物は地下に続く長い通路があり、その奥は3室に分かれています。そしてかなり精巧な作りになっていて、平らな石を重ねることでドームの形にして、てっぺんは1枚岩、水を流すための溝も作られており、長い年月が経った今でも雨漏りはなかったと考えられています。これ5000年以上経っているわけですが、当時の技術力とすればかなり高度な技術だったと言えますよね。このニューグレンジなんですが、実は何のために作られたのかよく分かっていません。これまでは一応墳墓ではないかと言われ、特に首長のものではないかと考えられていました。実際に石室があって骨も見つかっているんですが、その数が少なく副葬品も見つかっていません。つまり一般的な墓としては疑問が残るんですよね。このこととニューグレンジの規模の大きさから、祭祀を行う施設、その中でも太陽信仰の神殿なのではないかと考えられたんです。さらに研究が進んだことで、この巨石群には太陽の動きを知るための仕掛けがあることも分かり、新たな説も唱えられました。この巨石の入り口の上には四角い穴が開けられているんですが、ここは年に一度、冬至の日にだけ朝日が差し込むようになっています。ここから入った光は石室内の通路を通り、採用の部屋まで届き、17分間石室全体を照らすようになっているんです。これは言い換えるなら、冬至の日のためだけに窓を作ったとも言えますよね。さらにこのニューグレンジの近くには別の巨石群のノウス遺跡というものがあります。ここも通路の東西に2つの入り口とトンネルがあり、春分と秋分の日に朝日と夕日が入り込む仕掛けになっています。つまりボイン川流域一帯にある巨石群はニューグレンジのような特徴を持っているんですね。この特徴から予測できることは、太陽の動きを見て暦を知るための天文台ではないかということ。それではこの説をさらに裏付ける証拠を紹介していきましょう。これら巨石には渦巻きやひし形といった独特の線の模様が刻まれています。この模様はこれまでなんだかよく分かっていなかったんですが、ノウス遺跡の遠石からあることが分かりました。そこには月の満ち欠けの変化が29日間にわたって記された絵が刻まれていること、その他にも日時計のような模様があることなどから天体の運行を表していると考えられているんです。今から5000年以上前の先史時代、果たして当時の人がそこまでの天文知識を持っていたのでしょうか。実はアイルランドというのは緯度が高く平均気温が低いため、農業に欠かせない日照時間の算出が必須となり、早くに天文学が発達した地域であります。当時はボイン川が土を運び麦を作っていたと考えられていますが、この巨石群の施設を利用して太陽の動きや月の満ち欠けから暦を知ろうとしていたのかもしれません。
いかがでしたでしょうか。驚きの古代天文学と題してお話をしてきました。今回はインカ帝国とアイルランドの天文にまつわる話を紹介しましたが、墳墓の例では世界の別の場所にも見ることができますよね。こうした施設を利用していたというのはもちろん儀式としてもなのですが、農業がなければ発展しないはずですよね。こうしたところからは当時の農耕の裏付けにもなりそうです。とは言ってもはっきりしたことが解明されているわけではないので、天文台なのか神殿なのか分かっていないわけですが、こうした謎も大きな魅力の一つなんでしょう。それでは今回はこの辺で。今回お送りした動画も何かのお役に立てていただければ幸いです。